6時なんですが、お店がどこもやってません。みんなご飯屋さんも閉まってます。私の荷物の量です。めちゃめちゃ多い。空港着いてからもう何回も出して入れてを繰り返してぴったり20キロでキャリーバッグはセーフでした。じゃあそろそろ飛び立ちですね。はい、行ってきます。どうぞ。はい、パッセンジャーちゃんお願いします。失礼します。乗ってる時間はだいたい3時間。示しているドアです。お近くの非常口と非常口サインをお確かめください。 Emergency exits are located on both sides of the aircraft. Please check the nearest exits and the exit signs. だんだん気持ちが変わってきた。全然ないんですね。熱
時の日本より10度ぐらい低いみたいです。低いの？あ、高いみたいです。台湾の方が10度ぐらい暑いし、飛行機から降りてからが結構大変でした。絶対中国語わかんないと無理。すごいなんかめちゃくちゃ中国語で言われて、あ、この子中国語無理だと思って英語に変えられたんですけど、英語でも全くわからない、大変でした。私の部屋です。こんな感じです。おはようございます。起きました。今から PCR をします。鼻でやるみたいなので超痛そうなので少し嫌ですけど頑張ります。